ラクスティ観光ツアー始まるよ、祝砲だ、イエーイ、フー、ガー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 。ということでやっていきましょうか。早速なんですけれど、皆さんにこちらのムービーをご覧いただきたいというふうに思います。はい、前回からね始まりましたバイオハザードRE2ラクンシティツアー観光、ラクシティツアー、ラクン、もうすでにもうあのカミカミでございますね。はい、で残念ながらクリスさんはですね、もうこちらにはいないということで、銃でバン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 撃っているということでね。はい、こちらの廊下なんですけれども、あの下をねくぐり抜けていくと、あのあれですございますね、あの地下駐車場に行くことができるというようなそんなものでございますが、はい、デビット残念ながらで、ね、マービーでデビットとは誰だって言って、デビットって誰だって言って、バンバンって言って、はい、でなぜか食いつかれて、ああ大至急ホールドをしているということで、な急に監視カメラで結構イチャイチャの風景を見せられているということでね、私は一体どうしたらいいのかというところなんですけれども、で前回なんですけども、警察署のねこちらの大ホールを皆さんに観光ツアーで お伝えをしてから、次に進みたいと思いますということだったんですけれども、まあ、急を要するヘルプ要請が出たということでございますんで、はい、まずは彼をね助けに行くというところから始めまして、そちらが終わりましたら、無事にねこちらの警察署ホールを観光していこうというふうに思います。で、キーパウントと呼ばれているところですね、もうここに入っちゃいけないよって言ってるんですけどもね、やっぱりケチャップチリソースがあったらですね、オムライスを皆さんが食べたいっていうふうにね、思われてるかもしれないので、まずは、やっぱり美味しい美味しい、ケチャップおっぱいソース、おっぱいのペラペラソースでございますね。はい、まあ、それは、はい。で、こちらを向かっていこうと思うんですけれどもさ、こんなケチャップソースがいっぱいある中で、ね、一体ね、彼女にどんなものが待ち受けてる。で、今気づいたんですけれども、ね、見てくださいね。みんな気づきました？今ね、ムービーシーンの時にね、彼女の右のところにね、ハンドガンのホルスターがあったにもかかわらずですね、今見たらですね、亡くなっているというですね、なんか、世にも奇妙な物語が始まっているというところでございます。はい。で、こちらなぜこの、そう。で、なぜね、こんなね、ギギギギ言ってるかってですね、ここにですね、犯罪者としかね、閉じ込められているということですね、この警察署、ありとあらゆるところがですね、なんだっけ、収容所にされているというところでございますね。はい。で、こちらのコールドドリンクなんですけど、飲んだら頭がキーンってなるのでね、1日1杯までがお許しくださいということです。はい。で、キーンってなった場合にはですね、こちらのね、エナジードリンクを飲むことによって、頭は回復するということでございます。はい。では、こちら向かっていきましょう。で、ですね、集中して、フォーカスと言ってるんですけれども、はい。まあ、集中してね、ベラベラ喋っていかないとですね、残念ながら、まあ、頭が回らなくなった瞬間にですね、一体何を喋っているのかわからない。もう日本語がもうままならないという状態になりますんで、やっぱり観光ツアーというのはね、いかにトーク力をね、ベラベラ喋るっていうことが非常に重要だということでございますんでね。はい。で、ちなみにですね、こちらの、クリアは当然ながらしていくんですけれども、何よりもやっぱり皆さんにですね、このバイオハザードのね、このラクーンシティというところをね、観光ツアーで案内していくっていうことが何よりも主要に持っておいてるんです。こんなところで寝てるんじゃないよ、ゲロってんじゃないよ、焦げてるし。はい、ということでございますね。はい。で、こんなところで焦げてるか、あなたが、おー、めめ、どこ行っちゃったの、右目がなくなってるということでございますね。はい。で、こちらが言ってる、射影室ということで、あれですね、射精室じゃないから、そこだけご注意くださいね。で、このカバンの中に仕込まれているのですね、やっぱりね、射影をするためにですね、いろいろと、ね、重要なことがあるんですけれども、果たしてちょっと待ってくださいね。あれ、地図の開き方がわからないということで、もう、ああ、終わりということで。で、まあ、ここにですね、いろいろマイクがあるんですけど、ここでね、いろんな、皆さんは記者会見を行うために、いろいろとやっていると、しこしことしているというところでございます。はい。で、こちらに向かっていきたいところで、なんで、物語の後半の方でですね、皆さんにこちらをお届けしていただきたいというふうに思います。で、こちらが昔ながらの、ね、ファックスなのか、コピー機なのかというところでございますね。はい。で、上から紙を入れて、下から出てくるフィンフィンというのは、全然そういう仕組みになっているということでございます。はい。で、こちらの旗はね、風が吹いていないのでね、風が吹いてないということでございますんで、残念ながらね、アメリカの国旗もですね、右側のよくわかんないやつもね、で、ここで、I am Clay of the Field。 だいぶおっさんのガラガラ声が聞こえてる。まあ、特にこちらですね、ご紹介することはないんですけれども、まあ、あえて言うならですね、こちらにゴミを仕込んでないでですね、さっさと表に捨てやがれっていう、そういう話でございます。はい。で、こちら戻っていきましょう。で、で、こちらですね、ここがですね、大きな目玉なんでございますね。はい。で、こちら何かというと、ウーメンズトイレということでございますね。ウーメンズバスルームでいいかもしれないですね。はい。こちらバーンと開けるとですね、そう、救急スプレーが入っているということですね。で、過去ですね、過去作品でですね、いろんなところでバイオハザードの作品があったんですけれども、トイレがあるですね、建物っていうのが、数貴重少ないということでございますね。もう、バイオハザード1のね、館くらいなんじゃないかなというところだったんですけれども、はい。あ、低すぎるということでね、はい。はい。で、いろんなね、ものがなくなっているんですが、彼ね、寝たふりをしています。あ、今ね、ちょっとね、酔っ払いすぎてね、残念ながら寝ているということでございますが、はい、まあ、すぐに復活するということでございますんで、まあ、それは後ほどね、紹介していこうというふうに思います。はい。で、彼の名前はちなみにですね、デイビッド・ハッカムでございますね。あー、もう、あれですね、もう完全にもう、カメラ枠が歪んでしまっており、はい。で、
前回お伝えしたね、10時半からですね、なんとわずか1分もで時間が進んでいないというね、もうあの奇妙な現象が起きているんですけども、もうファーストセーフティードアって、今開けるって、はい、じゃあ今開けてあげましょう。じゃあ、たぶん開けてくれということでございますんでね、あの、彼がですね、あの、4人目の観光ツアーガイドということでご紹介をしていきたいというふうに思うんですけれども、さあ、果たして彼を、あの、紹介することができるほどのね、あの、ポテンシャルやステータスは残っているのでしょうか、と思ったけど、そんなことはいかなかった。あーとか、下半身からケチャップ大量発生。下でオムライスが食べられている。大丈夫、下半身はついているからまだ大丈夫ですね。はい、でこれちなみに何体に組みつかれてこうなっちゃったのかっていうのがちょっとさっぱりわからないという状態なんですけれども、まあそんなことは気にしないでね、あのこちらに向かっていきましょうということで、はっ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 でん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  Do not disturb。 さあということで、何かよくわからないですね。おーと、お肉がちぎられているってことは、あー、どうやら彼が食べられていたのはオムライスではなくてローストビーフ丼だったかもしれないということでございますね。はい、でまあ3つのメダルを入れることによって地下に抜けてそこから抜け出せますよということなんですけれども、はい、表編はですね非常に楽でございますね。はい、ライオンはですね、ライオン草、それからコンドルですね。はい、でですから、双子サソリ座の女、そして水亀、そして、女神に関しては、女神を弓で撃ったら蛇になっちゃいましたということでございますね。はい、でこちら向かっていこうと思うですね、さっきのデイビッド・ハッカムさんがですね起き上がっているということなんでございますので、こちらからドーンってしていきましょう。はい、あれ、おお疲れ様でございました。皆さんに安心安全のバイオハザードをお届けするためのですね、獅子奮地吹っ飛ばしていこうというふうに思っておりますんで、残念ながら、彼には焦げていただきましょう。起き上がるかな、あ、起き上がったけど、あ、降りていくということでございますね。はい、なんかいろいろと焦げているんですけれども、はい、ということで、今からですね、5人目のツアーガイドさんにお会いしたいというふうに思っておりますので、あれ、ここ2人の囚人がなんか飛んできたはずなんだけど、あっ、靴しかなくなっている、吹っ飛んでいるという状態ですね。はい、まあ、この中にですね、あの囚人2人がね、なんかどんどん言っていたということだったんですけれども、とりあえずこれピキンピキンと言っている。はい、で、戻っていこうかなというところなんですけれども、はい、もう戻っていく前にですね、ちょっと私一つ仕事をしていかなきゃいけないということなんですね。はい、目の前にあのホースが開いてるんで、ホースが鳴くからホッスー。はい、で、こちらですね、本来ここできるのか、あ、もうすでにできますね。はい、もうあの外からボートが入ってこられたら非常にめんどくさい。ボートってまるですね、あの暴力の棒にあのとっていう字ですからね、あの行人弁のとですからね、はい、あの決してね、あの乗るボートではないので、そこだけご注意いただけたらなというふうに思います。さあ、では戻りながらですね、早速ですけれども警察の大ホールのところですね、皆さんにご紹介をしていきたいというふうに思います。さあ、私も戻りましょう。はい、では、急いで、さあ、その大きなおっぱいが突っかえてしまっているけれども、ケチャップライスが、うわー、チキンライス、待ってよ、お前のチキンライス、俺のもよこせ、そのセンターについているグリーンピースも食べてやろうか、ただの卑猥発言、キャー、助けてー、その前にお前が、鳥胸ハウス、うえー。グロい映像をお届けしてまいりましたが、さあ皆さん大興奮されたでしょうか。はあ、5人目の、ですね、あの黒丸焦げ茶先輩でございます。マービン・ブラナだ。マービン・ブラナというのは仮の名前で、ね、本性はね、あの黒丸焦げ茶先輩ということでございますので、はい、そこら辺はよく生き延びたな、よく生き延びたなということでございます。はい、自分の身は自分で守ることができるということなんですけれども、はあ、守ることができなかったから、あえて腕を引っ張っていただいたというですね、なぜかあの強があるというね、まあ、女子大生あるあるなのかもしれないというですね、はい、まあ、女子大生というか若い子あるあるなのかもしれないですね。さあ、今からですね、あの、黒丸焦げ茶先輩とですね、あの、クレア・レッドフィールドというですね、あの、二人の普通は観光、だからおめえそれ持ってねえだろうって。一つ確かなの。持ってないのになんで持っているふりをするんだ。ムービーが終わった瞬間にそれをどっかお手ってやっちゃってんだからさ、どうなってんのってことで、そうみたいねということなんですけれども、はい。じゃあ、まずはこちらの大ホールを皆さんにご紹介をしていきたいというふうに思うんですけれども、さあ、果たしてどんなことがね、待ち受けてるのか、私もあの、一切のね、ロケ班をせずにですね、残念ながら、すべてアドリブでベラベラ喋り倒しているということでございますんで、もう、適当すぎるホラーをですね、ツアーガイドとは、ツアーガイドとは一体何のことだということでね、ヨーロッパ、なんだよ、バカンスやろうかよ、はい。ああ、バカンスに行っちゃったところですね。それは良かったって言ってるんですけど、じゃあなんでこっちに呼び寄せたんだっていう話ですね。この確執を使えば、はい。まあ、本当はですね、彼女の他にですね、クリス・レッドフィールドというですね、類人猿のね、類人猿のツアーガイドさんがいたんですけれども、残念ながらちょっとヨーロッパの方にね、まあ、長期休暇中ということでございますんで、皆さんにですね、それよりも、まあ、やっぱり、女子大生にね、やられたいということでですね、女子大生にやられたい。もう、いや、会いたいだろう。兄貴に会いたいと思ったらここを脱出していくしかないということでございます。はい、さあ、じゃあ皆さんにね、観光ツアーガイドという名のですね、脱出を一緒にやっていこうというふうに思っております。はい、それはあなたの、いや、いいんだ、俺にはもっと立派なスタンロットがついているからな。
物理的に。もし奴らを。ということでございます。はい。で、もし奴らを見つけたら相手は誰だろうと決してたまらないのということでございます。そしてなぜためらってはいけないかというと、やっぱりこう、今日ご参加いただいている皆様ですね。ツアーガイドのご参加のお客様である皆様の身の安全を守るためにも、この容赦ないナイフで、ずっさ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 切っていこうという、そういう算段でございます。はい。さあ、果たして私はですね、救急スプレーを持っているんですが、救急スプレーを持っていくことが果たして正義なのかどうかという部分で、コンバットナイフを拾ったということですね。はい。で、スペース構えて、構えて、発射でーん。え？だいぶずれたぞ。まっすぐ発射したのに、うえぇー、それでも焦げない。さすが焦げちゃ丸先輩。焦げちゃ丸先輩。さあ、ということで、観光ツアー早速始めていきましょう。まずですね、こちらの絵でございますね。はい。こちらをご覧いただいているとですね、見事に乳首が描かれております。はい。で、乳首が描かれているし、こちらですね、男か女かわからないぐらい絶妙なところでですね、お股が描かれているという、そういう絵でございます。はい。で、こちらの絵を見て興奮するのはですね、我らが、所長、アイアンブラナーだ。マービンブラナーと被っちゃったね。はい。アイアンズ所長ということです。はい。で、こちらにですね、掲示板があってね、皆さんがツアーガイドに来るたびにね、今週の、目玉はこちらですってですね、今日に関してですね、アンパンマンミュージアムとの、コラボレーションでアンパンマンが出てくるのと、こちらですね、テッテイマウスですね、テッテイマウスが出てくるということでございます。はい。で、やっぱりアメリカといったらね、いろいろね、やっぱ国旗がね、いろんなところに、ね、差し掛かっているということでですね、やはり日本と違ってですね、やっぱり国を大事にしているという愛国精神が、すごい高いのではないかなというふうに思っております。はい。で、さらにクレアリーのひどいようですね、こちらですね、入り口ですね、もしかしたら生存者が他にも入ってくるかもしれないということだったんですけれども、もう、焦げ丸ちゃん、先輩がですね、もうこれ以上の生き残りはいないというふうに思うから、もうここは閉めておこうということで、残念ながら、ね、こちらも完全なる封印をされてしまったということでございます。はい。もし生存者の方がいたとしたら、はい、どんまい残念でしたということで、またの命をお待ちしております。はい。で、こちらですね、いろいろ物資がありますね。はい。で、もうトイレに、なかなか向こう側にトイレ行くことができないにもかかわらずですね、残念ながらね、こちらにですね、トイレットペーパーがあるということなので、皆さんですね、もし、用をね、足したいという時にはですね、残念ながらこちらでもう糞尿を垂れ流していただくという、そういうノリになって、ございます。ちなみにこちらの上の方にですね、ちょっと二人のね、なんか変態茶漬け野郎がいるんですけど、ここ打っといたらあれかな、もう先に、まだここに出現してないという状態なのかな、わかんないですけどね。はい。ということでございます。では、先に進むためのですね、こちらちょっと先に開けておきましょう。で、開いている間に、他のところを見ておきましょう。はい。で、こちらにてですね、同じくね、掲示物があるんですけれども、こちらはですね、どちらかというとツアーガイドに向けてのね、告知でございますね。はい。で、こちらがですね、クリス・レッドフィールド、ヨーロッパ2週間の休暇を与えるということが書いてあるんですね。はい。こちらですね、皆さん観光客としてね、怒られているにもかかわらずね、職員の都合が分かってしまうということで、なんとも斬新な、スタイルになっているということでございます。はい。で、こちらはですね、こちら見ていただくとですね、ここ、皆さんなんとなく覚えていただいている方いらっしゃる、ウェルカムトゥーラクーンシティという映画の中で、時間が巻き戻っている！バックトゥザフューチャーのこのことだ。まあ、そんなことはどうでもいいんですけれども、はい。で、こちら見ていただくとですね、あそこからですね、炎に燃えてきたゾンちゃんがね、こちらの方に歩いてきて、で、襲われているところですね、レオン S. ケネディちゃんがね、バン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 って言って、それ以上近づくなーっていうふうに言うためのマイクがこちらに備わっているということでございます。まあ、いろいろな手続きをする場合ですね、こちらですね。で、ツアーガイドの、いろんなイベントを申し込みたい。例えば、シルクロソレイユが見たいですとかですね、それから、ラクーンシティ見たいです、個人が見たいですとかね、それから、アイアンズ所長が、出産するシーンを見てみたいですという方に関しては、こちら手続きをしていただいたら、そちらをお見せすることができるという、そういう感じになっております。はい。で、やっぱりね、西海岸の街でございますからね、もう、年がら年中ですね、年に10回くらいしか雨が降らないという、そういう感じになっていますから、やっぱり、それだけ暑い街がね、繰り広げられているということなので、やっぱ扇風機は欠かせないということでね、いつになったらクーラーをつけていただけるんでしょうか。98年の、現状だったら、なかなかね、公的機関にはクーラーを入れてくることはいただけないということでございますね。はい、残念ですね。はい、全然下が回ってないですね。はい。で、彼はなぜかね、ずっとお腹を支えているということなんですけど、で、ここになぜかね、荷物がたくさん、ちょっと待ってくださいね。ですね。ほい。で、警察官の手帳を見ていただくと、ライオンに草が生えたらコンドルになっちゃったというですね、こちらをやっていくと、はい。草。で、コンドル。お尻に食い込んだるー！いやー、めっきり寒くなってきましたね。もう間もなく、もう11月でございますからね。はい。で、くるくるこれを取っていって、で、それをハメハメしたら終わりということでございます。ハメハメ。ね、あそこにね、二人いるんですけどもね、ここから撃ったところでね、果たしているのかどうかっていうところですね。まあ、まだ出現してないのかもしれないですけどね。うん。で、こちらの方はですね、いろいろとね、なぜこんなところにベンチがあるんだろうというね、待ちぼうけということですね。はい。で、意外とね、お胸のサイズが結構ね、張ってるということでね、銅像という名のね、道場と言って、ね、くだらない。で、こちらの方行っていただくと、まあ、待合室があるんですけれども、なぜね、
待合室の他にもね、いろいろね、ここにね、なんか座るベンチが置いてあるということで、待合室とはというね、疑問が拭えないところであるんですけれども、まあ、いろんなね、こちらのね、ここからもしかしたらガラスバリーンって入ってくるかもしれないというところでございますんでね、はい、とりあえず、まあ、邪魔なものに関してはこちらに全部ひとまとめにしておきましょうという、そういうスタンドでございます。はい。で、こちらの方にもですね、なぜかベンチがいっぱい置いてあるということなんですけれども、まあ、後ほどですね、こちらのね、スペードの鍵を使ってここに入っていこうかなというスタンドでございますが、はい。で、なぜか誰かが置いてったのかな、よくわかんないよ、ハンドガンの弾ということでございますね。はい。で、警察署の、ね、大ホールに関しては、まあ、ご案内としては以上となるんですけれども、まあ、もう少しですね、なんか受付みたいなところがあるんで、待合室とは別にですね、受付のところの、ね、ご紹介をして、一旦このパート区切らせていただこうかなというふうに思っている三段でございます。はい。まあ、そんなね、一パート一パートね、こんなね、早口言葉をね、なんか呪文のように聞いてたとしたら、皆さん耳も目もいかれてしまうかもしれないので、まあ、我々と、私としてもね、寿命が縮まってしまっては元も子もないというところでございますんで、まあ、程よく切りよくですね、進めていきたいというふうに思います。まあ、ところで私個人のですね、文句を言うのであれば、なんで絵が1枚しか飾ってなくて、掲示物が2つも飾ってあるんだって、もっと絵を飾ってね、ここに来られる方々のね、目の保養をたくさん作ってあげて叱るべきではないかということで、思う次第なんでございますけれどもね、まあ、残念ながらそうは並んでいかんぜよということでございますね。はい。まあまあ、そういうね、鬼畜仕様にもなっているということで、バイオハザードってやっぱりそういうものなんでございますね。はい。では、こちらの待合室、しまったハンドガンがまたこっちにも出てきたということですね。はい。ということで、とりあえずこれを拾っておいて、こちらも拾っておきましょう。はい。で、これ、彼はですね、一体何者かというとですね、All of those who have is 読むことができないので一旦無視しましょうということで、このところに木の板があったのか、へえ、私は知らなかったですね。はい。で、皆さん、こちら、残念ながら禁煙になっております。はい。98年現在であっても、禁煙ということがですね、やっぱりこのように広まってきております。はい。まあ、来年以降にかけてですね、タバコが1本あたり3円くらい増税されるということでございますので、喫煙者の皆さんに関してはですね、まあタバコを、吸われている方に関しては、まあ、これを機にですね、まあ、1本あたり3円上がるということはですね、20本入ってたら60円1箱上がるということでございますんで、はい。まあ、皆さんですね、体の健康のためにもですね、タバコを吸うので、もしかしたらそれを機にですね、やめていただくのはもしかしたらいいのかもしれないということでございます。はい。で、インフォメーションということでですね、ここにですね、先ほどの黒丸工芸者先輩がね、いるオフィスがあるんですけども、まあ、こちらでですね、いろいろとね、手続きをしていただいて、こちらで待っていただくか、もしくは、先ほど皆さんに言っていただいたあちらのですね、上の受付のところで待ち合室で待っていただくなんてことができるかもしれないということでございます。まあ、こちらですね、いろんなイベントごととかでね、書いていただいて、こちらに提出をしていただいて、あっちで待つみたいな、そういう流れがもしかしたら、スムーズにいいかもしれないですね。歩数も稼げるんでね、はい、ポイ活をしている方にとっては、歩数がちょっとでも稼げるっていうのはいいのかもしれないということでございますね。はい。こちら開けるんですけれども、特に何かあるわけでもないので、とりあえず発射しておいて、はい。ではですね、こちらの掲示物なんかもいろいろあるんですけれども、ここでね、あそこでね、やっぱりいろいろ書いたりとかするとね、いろいろ詰まっちゃうことがありますんでね、こちらの方で書いてくださって、色とりどりのペンで、個人的におすすめのジェットストリームを3本くらい用意しておりますので、そちらで書いていただくのがいいのかなというふうに思います。ということでね、今回は警察署の大ホールの方で、ね、中心にご紹介をしてまいりましたが、皆さんいかがだったでしょうか。ちなみにあれはですね、不自由の女神ということですね、ここに閉じ込められた皆様、生きて帰ることができませんよということを象徴しているという自由の逆ですね、不自由の女神ということでございます。はい。くっそ適当なことこいて。はい。ということで、今回の動画はですね、以上とさせていただく、動画じゃないです。ツアーガイド以上とさせていただきたいというふうに思います。ということで、また次回パートで皆さんと共に観光ツアー、できることをお楽しみにしております。ではまた次回パートお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。こげちゃ。